今日、ご紹介の商品はハンカチからボトルの出現です。原種はですね、3枚の赤とピンク、ピンクと青と黄色い3枚のハンカチを改めた後に、ボトルが出てくるという現象のマジックです。素人の方でも簡単にボトルを取り出すことのできる、ネタとなっております。難しいやり方はですね、デビッド・ストンガーの販売してます、スプラッシュボトル、これなんかはですね、ボトルから紙袋の中から取り出す、そういうふうなやり方がありますけども、誰でも本当に簡単に、マジックされてない方でも簡単にボトルを取り出すことのできる商品となっております。ビール瓶でしたらですね、大瓶、それからワインボトルだったらフルボトル、そういう大きいボトルを簡単に取り出すことが本当にできます。素晴らしいネタで、楽にできるようなアイデアが詰まっております。ハンカチのサイズは 60×60 ですね。それが3枚、ピンクと青と黄色と入っております。あとはネタが入ってるんですけど、そこはちょっと言えないところなので、伏せておきますね。今日ご紹介の商品は、ハンカチからボトルの出現、以上です。